おお、これ共通補充なんだ。2つ穴があってどれに入るかは全部分かるんですね。はい、終わりました。ということで、マーチ2とコマ線受ける戦略は簡単ですけど、大東文化がもう第一志望で戦いが大変だっていう人にとっては多分ね、意味が分かんないと思う、この会話。ふざけんな、大変だ。皆さんこんにちは、竹田塾。竹田塾教務部英語科課長の森田です。今回はですね、ネット上を騒がせているですね、大東文化大学の英語についてですね、ちょっと森田先生のね、意見をお伺いしたいと思うんですけれども。Hello there! はい、どうもお呼びいただきましてありがとうございます。どうなんですか、大東文化大学の英語っていうのは。大東大っていうぐらいで東大よりもすごいんじゃないかとかって言われるんですけど、いや、とりあえず分かんないんで解いてみたいと思います。入試の特徴とかってあるんですか。なんかセンター利用前期後期っていうのがあって、一般入試4技能試験があるんですけど、なんか一般入試がですね、2月5日6日7日8日5日6日7日8日ですね、4日間あるみたいなんですよ。なんか普通の大学だったら日にちによって行われる学部が違うじゃないですか。どうもですね、大東文化大学全部やってるみたいです、全部の日にちに。だから4回同じ学部受けられるのかな。さらには4ついろんな学部受けることができるっていうことだと思うんですよね。だから受験する側からすれば、たくさんの受験日があるので好きな時に受けられるっていう感じで、それだけ受験生を欲してるって感じなんですかね。そんな入試もあるんですか。受験料とかどうなんですか。ちょっとお安くしていただけないですか。いや、なんか3万いくらとか取るらしいんで、その度にね、払えばウハウハですよね、大学側は。なるほど、じゃあ実際問題を解いていただけるということでいいんでしょうか。いいとも。全部同じなので、問題形式はですね、長文と会話との穴埋めっていう感じになってるので、試験時間は1時間らしいです。なのでまあ、とりあえず2019年の2月5日に行われたものを解いてみたいと思います。よろしくお願いします。ここにつければよかった。では、解きましょう。時間いきますね。Ready, go!長文が12問、会話が8問で、穴埋めが10問っていう形になってますね。おお、これ共通補充なんだ。2つ穴があってどれに入るかは全部分かるんですね。あ、こっちは普通の4。あ、5択だ。あ、全部5択なんだ。4択じゃねえ。あ、10問。なんか、あ、また違う問題だ。あ、文法なんだ。あ、じゃあこういうことでストップ。はい、ストップじゃない、ラップからね。どこに設問があるんだろう。これか。はい、終わりました。ということで、14分9秒で全部やることができましたね。で、全然読む必要はないけど読んだ。一応全部、選択肢も長文も会話も一字一句残さず読みました。はい、全問正解ですね。はい、オフィシャルウェブサイトで確認しました。
そうですね、レベルとしては英検2級のリーディングと準2級の間ぐらいかな。それでいて、ただその英検には文法問題ほとんど出ないんで、それががっつり文法が出てるって感じかな。最初の読解は何ですか、英検みたいな感じ、まあ英検2級よりは長いですけど、あんま言い換えがないね。そのまま答えが書いてある選択肢に、まあ5択なんですけど、 A から E のね、なんかもうちょっと言い換え使ってっていう感じかな。あと計算が1箇所あったか、 1960s ね、1960年代っていうのが今から計算して 60 years ago なんで60年って出す。あんま好きじゃないですよこういう問題ね。だってこれさ、試験受けてる日ありきじゃん。その読み手がいつ読むかっていうのによって答えが変わっちゃう問題ってあんま好きじゃないんですけど、まあ入試には出るので、まあ、あとはまあ ingredients なんていう単語はちょっと難しいかな。大都文化を切る人にとっては11番とかのまとめにも引っかかるかな。ちょっとだ言い換えが出てるやつに引っかかると思う。 different places have different ways of cooking curry みたいな、こういう言い換え表現が出てると引っかかる人もいるし、タイトル問題もね、ちょっと引っかかる人がいるだろうなと思った。で、会話問題も非常に簡単なんですけど、もちろんマーチ2等コマ線受ける人には簡単ですけど、大都文化がもう第一志望で戦いが大変だっていう人にとっては多分ね、意味が分かんないと思うこの会話。クイーンが一般市民の買い物してよっていうね、わけの分かんない話だ。多分読みにくかったと思いますよ。最初の長文が6分かに対して、これが4分53秒。そう、こんなに内容一致だって思ってなかった。なんか穴埋めかと思って会話やったら全部内容一致問題だった、ね、一般市民はどうなのみたいなね、言ってるやつです。で、言い換えがそうか、カズンズとレラティブズぐらいかな、それぐらいだけど、あとはまあ話が分かってりゃ超簡単。話の内容が分かんなくて苦労した受験生はいるだろうなと思った。はい、3番が共通語補充ですね。全然知らなかった、こういう出題形式が出るなんて全く思ってなかったんで、大門さんからやったのか。だから大門さん1分52秒か。これも5択なんですね。まあ共通語補充ではよく問われるやつですね。 change、 miss とか branch、 line、 nature、 全部いわゆる多義語ってやつなんで、その多義語を解いちゃえば何でもスッと解ける。まあ有名な多義語が載ってるだけだったんで、もうそれをパパパパパッと選んで終わった。で、続いて、語彙問題かな。語彙や語法で解く問題でしたね。まあ超基礎的なものですけど、大都文化を受ける人だったらちょっとね、8番のイグノアをね、どういう意味なんだろうってなっちゃう人がいるかな。9番のコレクトは難しかったんじゃない。10番のオキュペーションとかね、この辺も選べなかった人がいるかなと思いますが、まだやっぱり2級準2のレベルって感じですね。で、大問4が文法問題、1分13秒ですね。まあこれは本当に基礎的な、よく出るやつね。比較の対象を語順、順動詞とかね、もう本当に仮定法とか代名詞、関係代名詞とか、まあ基礎的な内容ができてれば解けるんじゃないかなっていう感じですね。ああ、なるほど、そんな感じになってたんですね。大都文化をね、受ける方はぜひぜひ、ね、参考にしてください。本日は以上です。あのさ、どうせやるんだったらさ、中途半端に武田塾とか予備校嫌いのやつが作った塾なんていうのをネタにすんじゃなくてさ、もうちょっとマシなモノマネとかしたらどうなの。例えばさ、問題解くときにさ、これから解いていきたいと思いやーすとかさ、そういうのを言わないでさ、なんであんなさ、塾をしない塾なのに、塾をしない授業をしない塾なのに、授業をするやつが入ってきてる塾をネタにすんなんて、そしてなんで大東文化なんだよ、ね、スポーツ科学部にもうちょっと触れるとかさ、そういうことはしないわけ。なんか中央大の問題解いたり、大東文化の問題をイギリス人が解いたりとかさ、もう明らかにネタにしてるわけでさ、叫んだ。ああ、倒れるとかやった方がいいのかな、これ。怖い怖い怖い。じゃあ、ゆっくり倒れて、それを早送りすれば、倒れたようになるかな。危ない。
出てて、え、出てて、え、出てて、まあまあまあね、はい。そういった形でですね、今回はですね、長い時間にわたるコントをお届けしたわけですけど、いや、これ編集めんどくさいな。うん、多分ね、もうめんどいから編集2人のとこは写真でやるわ。本当は動画くっつけてやろうかとも思ったけど、もうね、あと数時間後に動画出す時間になっちゃうから、もう間に合わないんで、そう、今からね、簡単な編集をして出します。まあね、またね、解いてほしい大学とかあったら言ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.